カロリナムホバは、チェコオロモーツ出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングルス一勝を挙げている。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。WTA ランキング最高位は、シングルス19位、ダブルス263位。父親のヨセフムハは、プロサッカー選手。2013年11月に、クロアチアノボルで開催された。 ITF 女子サーキット1万ドルの大会のシングルスで ITF デビュー。2014年7月にスロベニアのミハロフツで行われた ITF1 万ドルで優勝。2016年3月にシャルムエルシェイクで行われた ITF1 万ドルで優勝。2017年9月の韓国オープンで予選を勝ち抜いて本戦入りし WTA ツアーデビュー。 本戦では1回戦で、プリシラホント対戦し、セットカウント1から2で敗れた。2018年の全米オープンの予選で、ブイ・リアチェンコ、ジェイ・パオリーに、F アワンダラを3連勝で下し本戦入り。本戦では1回戦で、ダヤナヤストレムスカを2から0で下し、GS 初勝利。2回戦で、第12シードのガルビネムグルサを2から1で下す、金星を上げ勝利。 3回戦で、第8シードのアシュリー・バーティに0から2で敗れた。2019年の全豪オープンの予選でも、エーロディオノア、エル・サムソーノア、ジェイローブラを3連勝で下し本戦入り。本戦1回戦で第7シードのカロリナ・プリスコバと対戦し、0から2で敗れた。同年2月に行われた、カタールオープンで予選を勝ち抜き本戦入りし、1回戦で、 サマンサスとサーに2から0で勝利して、WTA ツアーで初勝利。2回戦のシャシクゼン前前も2から0で下し、3回戦のエリナスビトリナに0から2で敗れた。4月のプラハオープンで、WTA ツアーで初めて決勝まで勝ち進み、ジルタイヒマンに1から2で敗れ準優勝した。この大会でムホバは、WTA シングルスランクでトップ100入りを果たした。 全仏オープンでは1回戦で第17シードのアネット・コンタベートを2から1で下し、勝利2回戦でイリーナイコール・カメリア・ベグに1から2で敗れた。ウィンブルドン選手権では1回戦のアレクサンドラ・クルニッチ、2回戦のマディソン・ブレングル、3回戦で第20シードのコンタベートらをすべて2から0で破り勝利。4回戦で 第8シードのスビトリナにファイナルセットを13から11で取り、セットカウント2から1で勝利した。2019年9月の韓国オープン決勝でマグナリネッテを6から1、61で破り WTA ツアー初優勝を果たした。10月のクレムリンカップと WTA エリートトロフィーでベスト4に進出。2019年最終ランキングは21位。 2021年2月に行われた全豪オープンでは、第25シードで出場。3回戦で、第6シードのカロリナ・プリスコバを7から5、7から5で破ると、準々決勝では、地元オーストラリアの選手で、世界1位、第1シードのアシュリー・バーティを1から6、6から3、6から2で破る金星を挙げ、自身初のグランドスラム準決勝進出を果たした。準決勝では、 第22シードのジェニファー・ブレーディに4から6、6から3、4から6で敗れ、初のグランドスラム決勝進出はならなかった。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。